アイアンのキレを出す方法とは。アイアンのキレを出すっていうね、切れ味鋭く振り切るっていうことなんですけれども、ポイントはグリップ圧ですね。グリップ圧を強く握らない、そして握る瞬間ヘッドを走らせるキレを出すところだけスピードアップするのでグリップが強くなる、そんなような感覚ですね。鋭く振り切るところ、このインパクトの瞬間に切れ味を出していくという、そのような、感覚でスイングができるかどうかが、アイアンのキレを出す、ポイントになってきます。割と一点集中ですね。バックスイングをして、ここにだけ集中する、ヘッドを走らせるというような感覚になるんですけれども、ポイントをちょっと絞ると、手首だけでこのように上げる、手を使う、グリップを強く握るとこのようになってしまうんで、このように柔らかく、ほとんど握らない形で、ここも握ってないで、打つときだけ力を入れるという、このような展開になります。見てわかる通り、バックスイングの時に手は、まだ握ってませんね。こうトップの時に、こう握るっていう、ここ握ってないところから、ここで握り、ここでしっかり振り切る。この展開が、キレを出していくという、タイミングになります。スピード感、キレが出ない方っていうのはね、常に強く握ってる方が多いんですね。だからアドレスはあまりこう強く握ってるように見えるんですけども、グリップは柔らかく、握りですね、振るところに対してボルテージを上げていく、徐々にヘッドスピードを上げていくところでグリップが強く握るということになりますので、テイクバックは絶対に強く握らないことがポイントになります。このインパクトの付近に対してのスピード感ですね、ここを出していくと切れ味の鋭いアイアンショットが打てるようになります。まずは自分のグリップ圧ですね。グリップの強さを確認して、テイクバックのスタート時の時に強く握らないように、しながら、スイングする、そのような練習で、キレを出すアイアンのキレ練習をやってみてください。札幌のゴルフスクール原田ゴルフ動画レッスンチャンネル、ほぼ毎日夜9時にアップしております。最新動画見逃したくない方はチャンネル登録をよろしくお願いいたします。アイアンショット関連動画は、ここをクリックしてご覧ください。